皆ささん和の音をお聞きくだりりありがとうございます金沢舞です金で私は高村光太郎さんの「晩餐」宮沢賢治さんの「手紙1」小川美名さんの「王様の感心された話」芥川龍之介さんの「着物」中原中也さんの「春の日の夕暮れ」与謝野明子さんの「表紙儀」を読ませていただきました。 いや私のようなこんな PayPay が日本文学を読むというこのような機会をいただき大変嬉しく思います。なかなかこんんななな仕事いいでですすかからねありりがたい限りですなんかこう今もこうして現代に残っている文学はなんかこうエッチーというかセクシーというかなんか艶があるなって思います。 なので、今回こう声や音でもなんかこう感じていただけたら嬉しいなって思います。最後に和の音ではこれからも様々な文学作品をアップしていく予定ですので、是非色々聞いてみてください。金沢舞でした。